こんにちは、石井和弘です。なでしこジャパン1分間選手紹介、清水梨紗選手です。右のサイドバックの選手です。サイドバックと言いますとタッチライン際を駆け上がるプレーを思い浮かべると思いますけども、清水選手もちろんそういうプレーも得意です。しかし一番の得意のプレーはタッチライン際ではなくて内側を駆け上がるインナーラップと言われるプレーです。清水選手の場合はこのインナーラップをしてパスを出す、クロスを入れるということよりも自らがシュートを打つことを狙って上がってくるケースが多いです。ぜひ清水選手のインナーラップに注目していただきたいと思います。